はい、マイスター新井です。今日はですね、ここ鶴舞カントリークラブドライビングレンジをお借りして、キャロウェイ、タイトリスト、テーラーメイド、ピン、4大メーカーのですね、フェアウェイウッドのシダインプレをお届けしたいと思います。今日はですね、すべて5ウッド、5番ウッドですね、それで僕が、実際打ってみて、ボールスピードだとかボールの高さだとか、あとはそのヘッドとシャフトの、まあ、特性みたいなのを皆さんにお伝えできればなと思っております。じゃあ早速、打ってきます。まず一発目は G410 ピンですね。G400 の後継機種として、もうすぐ発売になります。あ、でもこのエフォートチャンネルが上がってる頃にはもしかしたらもう発売になってるかもしれないです。僕も今日打つのがすごい楽しみでした。じゃあ、早速打ってみます。アドレスした印象はもうほとんど、前作の G400 とあんまり変更点はないと思います。フェース面は相変わらずこう大きく見える感じで、こう安心して構えられるかなという感じですね。じゃあ最初打ってみます。最初からあんないい球出ちゃって、やっぱり独特なピンの金属的な打球感、それは決して硬いっていうんではなくて、こうダウンもそうなんですけど、本当に乾いたピン特有のダウンと、打球感ですね。あとはドライバーもそうなんですけど、フェアウェイウッドでもこうボールの弾き、やっぱりそれはすごく変更になったっていうところだと思います。あとはまあやっぱりこのウエートもこうかなり効いてまして、やっぱり飛び出し角が上がっている、このウエートの恩恵も十分あると思います。じゃあもう一球打ってみますね。今度ちょっとカット目に打ってみます。いいですね。この純正の、アルタのシャフトも割とこうしっかり感があって、あんまりこう左にこう巻いちゃうとかそういうボールは出づらいと思います。すごく気持ちよく打てました。このかっこいいバック、これベッセルっていったタイガー・ウッズはじめジョーダン・スピース、あとは、PGA ツアーのプレイヤーバック、オリジナルのバックを作ってる、今アメリカで一番イケてるキャディバッグメーカーですね。これはうちでも各店で販売してますので、お気になった方はちょっと見に来ていただいて、はい、もうものすごくかっこいいです。フラッシュフェイスね、フラッシュフェイス、人工知能 AI とそれからスーパーコンピューター、それを駆使した画期的なフェイス、今までの、発想の概念を覆すような、あとはフェアウェイウッドにもこのジェールブレイクですね、これが、入ってます。で早速これはね、優しい方のエピックフラッシュスター、これカチャカチャじゃないですね、フェンシルネック、はい、僕はやっぱりフェンシルネックの方が構えた時の、スッとした感じはこっちの方が好みです。はい、じゃあ打ってみます。今特に捕まえに行ってないですけど、やっぱりフェースのヘッド形状もそうですし、あとはまあこのオリジナルの純正のスピーダーエボリューションですね、これも割とこう容易にボールが捕まる感じがします。このボールが伸びていく感じはやっぱりこの多分フラッシュフェイス、こうどん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 最高到達点まで失速しないでこう前に行ってくれるっていうのはすごく打ってて気持ちいいです。このやっぱりボールの飛び出していく感じはちょっと
自分でもびっくりですね。僕フェアウェイってそんなにボール上がる方じゃないんですけれども、ボール初速とあとはやっぱりこう伸び、ボールの伸び、これはあのちょっとあのびっくりしました。じゃあ次にですね、上位機種というかこのエピックフラッシュのサブゼロ、契約プロはほとんどこっちのモデルです。でこれはそのカチャ、ガチャがついてて、こうですね、今は、ノーマルポジションですけど、こうまあ自分好みにいろいろ変更できる、まああの今日は、インプレッションなんでノーマルの状態で打っています。これはもうアドレス取った時点でさっき打ったフラッシュスタートはもう全然モデルが違うぐらい違います。こうロフトの見え方もそうですし、あとはフェースアングルもそうですし、まあ、ヘッドの投影面積もやっぱりこっちの方がなんていうかな、こうキリッとした顔でまあプロモデルっていう感じですね。それで打ってみます。やっぱりコントロール性能はサブゼロの方が、1枚も2枚も上手かもしれないです。今はちょっとこう低く打ってみようと思ってやっぱり思い通りの球出ました。2球目はちょっとパッと目に打ってみます。やっぱりこうボールを上げてやろうと思えばボールは上がってくれますし、すごくそのなんだろう、コントロール性能に長けた、フェアウェイウッドだと思います。もう一球打ってみます。すごい、これもやっぱりボール初速ですものすごいです。今まで、体感しないぐらいちょっと驚きのエピックフラッシュ、これはちょっと皆さん打ってみてください。じゃあ次のインプレッションは、タイトリストですね、 TS2 からいきます。このモデルから数字の913、915、917っていうのじゃなくて、この TS、 これはタイトリスト スピードプロジェクトの、略ですね。やっぱりそのボール初速を上げろっていう、設計になってます。まずはこの TS2 の方からですね打ってみたいと思います。もうタイトリスト特有のこの小顔で本当に綺麗なこう、ヘッドシェイプ とフェースの見え方もものすごく、気持ちいいです。ちょっと打ってみます。いいですね、思いっきり逃がせばあんな風に逃げてくれますし、前作から比べると確かにボール初速は上がってます。であとはこのヘッドのものすごい綺麗な、そうですね、うん、で構えてもフェース高はそこそこあるんですけど、そんなにこうあちょっとボール上がるかなっていう心配はないです。まあここは TS2 の、いいところかなと思います。でまあ若干重心距離が感じるので僕はちょっと、捕まえづらいっていうのが感じました。はい、じゃあ次は TS3 を打ってみたいと思います。はい、こちらの方がもうちょっと若干こう小顔になってきて、ちょっとこうフェース高もまあ本当に気持ちですけれども、あとこのクラウンの感じもやっぱりこっちの方がこう強弾道っていう、ヘッドシェイプになってます。では打ってみたいと思います。僕はこっちの TS3 の方が扱いやすいですね。高い球も容易に出ますし、今度ちょっと潰し気味に打ってみます。これボール終えてるかな、やっぱりこうすごく前に前に
飛んでってくれるようなイメージ。あとあの TS3 と TS2 のこの違いはあのドライバーの時もあの説明したんですけど、フェアウェイウッドも、まあ2はこのポジションで固定ウェイトですね。3はシュアフィットテクノロジーなんで、要するにこういうふうに重心の位置が変えられるっていうのが特徴です。こうソール比べてみてもやっぱりこのヘッドの大きさの違いは分かるかな。うん、ドライバーでもそうですけど、まあオートマチックの2をお選びになるか、ちょっとボールいじりたいなとかコントロールしたいなっていう方は3を選ばれるといいと思います。917から比べても全然ボール初速違ってます。 TS シリーズでした。今度はテーラーメイドですね。 M6 の方から、こちらも、M5 との違いは、まあ、たくさんあるんですけれども、こちらはやっぱりあのペンシルネックですね。あのネックがこうすっきりしているタイプ。早速打ってみます。アドレスした印象はそうですね、やっぱりロフトがよく見えて、あの安心感が非常にあります。わお、今ちょっとどっか行っちゃいましたけど、ボール初速バーンっていっちゃうような感じはものすごいです。今ちょっとこういう風に打ちたいなと思って、まあ、あの意図したボールは出てくれました。打球感もいいですね。心地いい、打球感と、あと音もあの割とシャープな、こうなんていうのかな、ちょっと独特な、音がしますね。まあ、あのカーボンクラウンっていうのも、影響してると思います。じゃあもう一回いきます。今ちょっと下っ面ですけど、ボールは十分浮いてくれますね。やっぱりね、飛び出し角十分保たれてて、あ、まあドライバーほどツイストフェースの効果は、ないかな。まあフェースの面積が、まあ、あのこれしかないので、これはもう致し方ない ところだと思います。まあ、あとはこうカーボンクラウンの色の感じとか、ここのシルバーの感じっていうのはやっぱりそのテーラーメイドのかっこよさ。オートマチックな M6 でした。で次は M5 打ってみたいと思います。 M5 はもうソール形状も全然違いますし、フェースの感じ、これはもう全部あの スコアラインが切れずにそのまんま、あの僕好みです。一回り小ぶりな、ヘッドサイズですね。まあ投影面積か、これちょっと、打ってみたいと思います。こちらは、カチャカチャできるやつですね。はい、もうちょっとノーマルポジションで。わお、すごいこれ。おお、僕ファイブウッドでこの練習場であんなとこまでキャリーしないです。やっぱりボールスピードすごいですね。どうですかこれ、ボール終えてるか。うん、いいですね、すごく。でこれのやっぱ特徴は、65g の、ソールウェイトがこのままこうガボッガボッって動いちゃいます。顔も好きだしかっこいいし、どうしても M を使いたいんだけど、ちょっとボール逃げちゃうんだよねっていう人は、これあのドローポジションにすれば多分あの解決できると思います。そのぐらいの、ウェイト配分があのここにあるんで、これ画期的ですね。これだけ重いものがこうあの動いちゃうっていうのは、まあ、あのものすごくテーラーメイドらしい。あとこの M5 の特徴はチタンボディとチタンフェースですね。見た目よりはもう全然優しいです。で、飛びます。はい、M5 は非常に、好印象でした。4大メーカーですね、キャロウェイ、ピン、タイトリスト、テーラーメイド、まあ、この最新モデルを、今日は鶴舞カントリークラブの、ドライビングレンジで打ってみました。全体的に言えることはボール初速、
これはもう各メーカー開発のテーマになってると思います。やっぱり初速の速さはドライバー並みに皆さん感じると思います。あとはまあそれぞれやっぱりメーカーの味付けっていうのは確かにまあだいぶ開きがあるんじゃないかなと思います。まあ、僕個人 の、 超私見な意見ですけれども、僕はやっぱりエピックフラッシュのサブゼロ と、テーラーメイドの M5、 これが、この今日のシダインプレーの中では秀でたかなと。でやっぱり異色だったのはやっぱりピンのこの G41 ですね。まあ、ヘッド形状ももう本当にオリジナリティ溢れて、こうペタッと見えてフェイスものすごい感じて、すごく優しいんだろうなと思いつつ、これはね逆玉は来ないと思います。どっちかっていうとこう右サイドに、飛んでくイメージが強かったです。あとはこの中で一番クラシカルなのはやっぱりタイトルですね。ヘッドゲージもそうだし、ダウンもそうだし、打感もそうですし、まあここはやっぱりタイトリストユーザー、本当にタイトリストらしい仕上がりになってます。ただプラスやっぱりボールスピードはこの TS は、十分なので、ぜひお試しになってみてください。この屋外でコースの練習場、屋根もなくて、まあ、ものすごいいいお天気なんですけど、すごく気持ちよくシダインプレーできました。はい、また機械を見てモデルを選んで、やってみたいと思います。はい、ありがとうございました。